はい、どうも、わせです。今回はですね、こちら、スジアラっていう食材ですね。ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。ということで、スジアラを狙っていくんですけども、いやー、今回のスジアラはなかなか骨が折れましたね。久々にこんなに苦戦しました。それでは、潜航開始。水深7メーターぐらいからは浮力がなくなって足ひれを漕がなくても勝手に沈んでいきます。なるべく足ひれを動かさずにスジアラに近づいていきます。一定の距離を保たれています。こっちを向いてくれ。振り向きました。狙いを定めてヒット。打ちどころが悪く逃げられてしまいました。しかし、まだ諦めるわけにはいきません。岩の中にあいつはいるのですから。他の穴に移らないか確認しながら上がっていきます。一度息を整えて、再度潜水。スジアラが逃げ込んだ穴を確認します。果たして取れたのか。頭を狙いましたが刺さりきっていなかったようです。一旦浮上して再度チャレンジしましょう。再度息を整えます。さて今度こそ取りたい。今度はしっかりと狙っていきます。ヒット。果たして今度は取れたのか。刺さっているようですが今度はスジアラのエラが引っかかって抜けません。これは厄介なことになったかもしれません。一旦浮上しましょう。息を整えてまた潜っていきます。あとは強引に引っ張り出すだけ。スジアラとの力比べです。穴に体をねじ込んで外しにかかります。尻尾が見えました。来ました。ボロボロではありますが30分の格闘の末なんとか引っ張り出すことができました。ボロボロや。さて血抜きをして家に持って帰りましょう。はい、ということで今日はスジアラなんですけども、こちらの魚はですね、沖縄三大高級魚の一つでかなりね高級なお魚になっております。コロナ禍になって値段下がったんですけど、コロナ以前はですね沖縄の市場とか行くとキロ8000円とかでね売られてたりとかしてたんですよ。まあ、これは 1.6 キロぐらいなんで、コロナ以前だったらこれでですよ、これで1万2000円ぐらい。まあまあこんだけ傷ついてるから売れないんですけどね。ということでですね、まあ今日はだいぶ傷つけてしまったんで自分で食べてみようということでやっていこうかなと思います。それでは早速観察観察していきましょう。はい、こちらが全体像ですね。穴の中に入ってね暴れちゃったんで、この辺ね鱗がだいぶ剥げちゃって、ちょっとあんまり綺麗な見た目ではないんですけども、しっかりねこの辺エラとかをつけてればもう本当にね真っ赤でねすごい綺麗な魚なんですよね。でよくよく拡大してみると青い斑点があるんですよ。この青い斑点もね綺麗ですよね。でね肉食魚ということでね、もう本当に口が大きいですよね。見てめちゃくちゃ口が大きいんですよ。もう体に対して相当大きいものが食べれるはずですよ。で、突きどころがね、本当に悪いですね。ここら辺にね、水中銃が刺さったんですけど、大暴れして、これ見てください。も
ものすごい切れちゃってますね。これがね、一番良くない突き方ですね。で、切れた後にもう一発ついてるんで、これまた良くないですね。さすがにここまで行くと売れないです。はい、それでは、早速、さばいていきましょう。はい、それでは、鱗を落としていきましょう。まあ、筋アラね、もう相当お高い魚なんで、じゃあどんだけうまいんやと多分ね皆さん思ってると思うんですけども、まあ、これはね、なんだろう、味っていうの、まあ味もまあもちろんいいんですけど、やっぱりね、沖縄って観光地で、特にお金持ってる中国の方々とかがねよく来てたんで、なんでしょうね、お金持ちの人がたくさん来てたから高いっていうだけで、実力以上の味になってんじゃないのかなっていうのが、まあ僕の感想ですね。まあ、ただすごい綺麗な魚なんでね、なんだろう、パーティーとかではやっぱり喜ばれますよね。もうやっぱ鱗取るで取ると鱗が飛び散らない、掃除が楽だぞ。これはここなんてひどいよ、岩の中で全部鱗取れちゃってるから、ね、こういう肌系の魚はついたらね岩の中に入っていくんで、岩の中に入らないように思いっきり引っ張らなきゃいけないんですけど、うん、まあ引っ張ってもちぎれたからちょっと今回はねダメだったんですけどね、ちょっと反省です。はい、それではお腹を開いていきましょう。なんか食べてるかな。おこれは、ああでも微妙か。勝てないら。えらい、一緒に取り出してますか。このね、膜を切って。OK、取れました。さて、こちらがお腹の中ですね。うわぁ、やってしまってるな。卵ですね。卵だ。これやってしまってるなって言ったら理由はね、ちょっと後で話しますね。で、これ腸なんですけど、ちょっとだけ内臓脂肪乗ってますね。で、肝臓。綺麗な肝臓ですね。で、ここが胃袋ですね。胃袋は何も入ってなさそうですね。で、ちょっと卵の話しますね。魚って、実は結構性転換をね、するんですけども、スジアラみたいな畑の魚はですね、大きくなると、メスからオスに変わるんですよ。で、スジアラは大体40センチ以下がメスで、それ以上がオスになるよみたいなことが言われてて、で、資源保護の観点から40センチ以下の、まあ、メスはね、取るね、やめましょうねっていう感じがありまして、でこのスジアラはですね、多分52センチぐらいだと思うんで、まあ多分オスだろうなって思ってね取ったんですけど、メスでしたね。はい、まあやっぱり40センチ以下っていうのは目安でしかないんですね。はい、それではですね、お腹の中綺麗にしていきましょう。スジアラはね、高級魚なんで、沖縄とかだともう乱獲されちゃって、まあ、なんかね資源が減ってるんですよね。だから40センチ以下はね取るのやめましょうねっていうのがね言われてるんですよ、うん、僕の島は特にそういうのないんですけどね。そうなんで、ちょっと釣り人の人もね、沖縄でちっちゃいの釣っちゃったらリリースしてあげた方がね優しいかもね。特に40センチ以下とかはね、スジアラなんて釣れたら嬉しいと思うんですけどね。はい、それではね、内臓とか取り終わったところでですね、頭を落としていきましょう。落としていきます。で、反対側。OK。で、今回はですね、せっかくの高級魚なんで、頭もね、使っていきましょう。で、頭あるときは、下滑らないようにキッチンペーパーとかかますと割りやすいですね。頭かまして、で、割っていきます。で、上顎から割っていきましょう。よし。こんな感じでね、上顎が割れました。まあ、頭あるときに手切ると指飛ぶんでね、みんな気をつけてね。はい、下顎も外していきましょう。オッケー、美味しそうだね、これ、頭。はい、それでは3枚に下ろしていきましょう。で、反対側。じゃあ腹骨外していきます。 3,2,1 シュッと。うわ、本当にうまくいった。自分でびっくり。いいですね。ちょっと身がボロボロですけどね、なんででしょうね。さて、反対側。なるほど。やっぱここちょっとね、背びれが切れちゃってるんで切りづらいですね。で、反対側。もうギコギコやっていきましょう。 OK。 はい、それではですね、下処理が終わったことで、今日はですね、こ
ちら、せっかく美味しい魚、刺身でいただきたいところであるんですけども、俺の突く技術が下手すぎたんで、まあ、加熱調理に行こうかなと思います。ということで、本日はですね、唐揚げ、煮付け、こちらの2品を作っていこうかなと思います。ということで、早速調理していきましょう。まずは煮付けからやっていきましょう。ポン。で、ここ、霜降りをしていきます。はい。いいでしょう。まあ、そもそも霜降りをやらなくてもそんな臭くはないと思うんですけど、鱗が取りやすくなるんですよね。はい。じゃあ鱗を取っていきますね。まあ、ここの頭の鱗って結構ね取りづらいんですよ。ただお湯にかけると結構取りやすくなるんで、まあ、僕はお湯かけてから取る派ですね。結構ねここはねすっごいねしっかりひっついてるんですよ。ほらお湯をかけると手でも取れるという。はい、それでは下処理が終わったんで生姜を切っていきましょう。生姜、今日はね皮を剥いてみてます。今日は細く切っていこうと思います。じゃあ鍋に入れていきましょう。生姜はね、香り付けにもなるし、匂い取りの役割もあるんでね。それでは、お湯を入れていきましょう。オッケー。セット。はい、それでは次、唐揚げを作っていきましょう。腹骨を落とします。スジはさばきやすいな、マジで。なんか、これなんだろう、黒いのは何でしょうね。リジモゾイトかな、謎です。まあ揚げれば食えるでしょう。はい、それでは沸いてきたらこのアクを取っていきます。はい、じゃあアクを取ったら味付けをしていきましょう。濃い口醤油少々、三温糖の方がコクがあってね美味しいです。ほんでみりん、そして料理酒。味薄いだろうなこれだと。何だろうな。で、味付けしたらアルミホイルで落とし蓋をしておきます。これでお湯に浸かってないところにも味が入ります。しばらく待つ。そしたら次にですね血合い骨を落としていきます。で、この裂けた場所はさすがに衛生面良くないんで切っておきましょう。はい、いいでしょう。はい、それではですね唐揚げ用にカットしていきましょう。硬いな皮が。いや、これはねうまい、贅沢すぎるこの唐揚げは。まあ、ちなみにスジアラとか畑はなんだかんだ刺身とかよりも、まあ、僕的には茹でた料理の方が美味しいなと思ってます。ではですね味付けしていきましょう。生姜です。あれ反対こっち、使い方が分かんないっていう。生姜が散らされました。で、ここにですね料理酒と醤油、こちらを入れていきます。まあ、こういうねシンプルな味付けでなんだかんだ一番うまいんですよ。醤油と酒の割合は1対1ぐらいで、15分ぐらいつけていきます。で、ちょっと唐揚げ待ってる間暇なんでちょっとやってみたいことがあったの。今日見てください、こちら。そう、からすみをね買ってみたんですよ。日本食の本をね読んでたんですけど、どうやらですね白身魚とからすみ、こちらの相性めちゃくちゃいいっていうのをね見まして、じゃあ試してみようぜということでね、俺はからすみ初めて買ってみました。で、せっかくね白身魚なんで、あの刺身食わないって言ったけどちょっと試そうかな。もう片方の身ですね。からすみってどんな味なんだろうな。そもそも刺身料理としては綺麗に取れないんですよ。こっち側とこっち側両方とも潰しちゃってるんで、どうせ盛り付けもできんし刺身は今回いいかなと思ってたんですけど、せっかくなんでからすみやっちゃいましょうね。そういえば届いてたんだ。おお、なるほど、皮目めちゃくちゃ綺麗だな。じゃあちょっと傷ついてない場所をねやりましょう。この辺のね、ここはもう煮付けにでも放り込んどこうかな。どうやって切ろうかな。からすみと絡ませやすいようにちょっと表面積多め、ちっちゃめに切っていこうと思います。
最近ね、ちっちゃめに切るのハマってるんですよ。ちっちゃめに切るとよりね、味を感じやすくなるし、食べる時にね、食べやすいのが好きなんで、食べやすさもあるんですよ。まあ、魚のね、食感っていういい部分は失われるんですけど、そんなにね、食感楽しみたくない派なんで、これでいいでしょう。じゃあカラスミ開けちゃいますよ。ちなみにカラスミはですね、ボラの卵が使われてます。でも台湾産だけどどうなんだろう。まあいいでしょう。これ割れるのか。ほうほうほう。あー、なるほど、くっついてるんだ。あ、ちげちゃった。え、これは取るものですよね。ちょっと待ってください皆さん、僕何にも調べてないんでよくわかんないんですよ。ちょっと普段はね、なるべく調べてるんですけど、今思いつきで始めちゃったから、これどんな味なんやろ。ちょっと皆さん、初カラスミ食べています。ちょっとなんか動画の趣旨と全然違うんだけど、おいしい。鶏の黄身を熟成させたような味は、うまみの塊やな。めちゃくちゃうまいぞこれ。じゃあ吸ってみよう。ちょっと止まらんなこれ。めちゃくちゃうまい。ちょっとチーズっぽさもあるんですね。吸ってみよう。はい、それでは吸ってみましょう。あー、ちょっと違った擦り方。あー、すれないなこれ。刻もう。もったいない。もう刻んで粉みじんにしてやりましょう。おろし金じゃすれないんだね。何でするんだろう。すり方が悪いのかな。水分がついてたから。ちょっと限界まで叩いていきます。よし、いいでしょう。これはもう美味しいでしょ。まず筋あらがうまいのに、そこにうまいカラスミを乗せてるんだもん。こんなもんはね、絶対に美味しいんですよ。いいんですか、食べちゃいますよ。うわー、 うまみすごいけど、ただこれ醤油かけた方がいいかもな。醤油かけた方がいいわ。いただきます。うまい、うん。やっぱスジアラはもう上品な味で、もうなんかほんと他の食材と味がぶつかり合わないような感じで、本当にカラスミとよく合うわ。めちゃめちゃ美味しいです。じゃあ唐揚げ作っていきましょうか。それではちょうど15分ぐらい経ったんで、唐揚げを作っていきましょう。片栗粉を袋に入れていきます。やっぱ袋に入れることによって洗い物が増えないんですよ。でもこれはね、何回でも言う、袋に入れることによって洗い物が増えないんですよ。じゃあ入れていきましょう。はい、それではシェイクしていきましょう。 OK。 はい、それでは入れていきましょう。久しぶりに唐揚げ作るよな。うわー、うまそう。はい、それでは完成しました。いただきます。よし、まず唐揚げからいこう。久しぶりの唐揚げや。いただきます。めちゃくちゃうまいです。なんだろうな、食感がやっぱいいんですよね。ちょっととろっとした感じでありながら、食感が消えてないですよ。しっかり食感ある。めちゃめちゃ美味しいわ。直近で食べた醤油味の唐揚げだと天狗揚げなんですけど、やっぱ今思い出すと天狗揚げまずかったなと思いますね。なんか多分唐揚げ食った時、あー、まあうまいって言ってたと思うけど、あれまずいわ。やっぱりスジアラうまいです。うまっ。さて、煮付けもいきましょう。ほっぺからね、いただいちゃいましょうか。いただきます。うわー、うわー、うまいっすね。やっぱ皮のもちもち具合と、あと身のホクホク具合、これがねたまらんっすね。うん、めちゃめちゃ美味しいですね。やっぱりなんかスジアラは茹でるとうまいっすね。鍋とかさ。うわ、美味しいわ。さすが沖縄三大高級魚といった感じですね。うん、美味しい。はい、それではごちそうさまでした。いやー、ちょっとね、やっぱりこれはうまいわ。なんだろうな、その高級魚って食感が良くて、かつ臭みがなくて、で旨味がすごいんですよ。でこの三拍子が揃ってるんですよね。まあ皆さんもね、スジアラ見かける機会がありましたら、まあ多分赤人っていうね、方言で書かれてると思うんですけども、ぜひぜひ買ってみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、夏はあんまり脂が乗ってなくて、冬の方が脂が乗ってて美味しいんでね、冬の方がおすすめになっております。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。